皆さんこんにちは、府中市健康増進課の鈴木です。本日は首や肩の動きが楽になる首肩すっきり体操をご紹介します。息を止めないように楽に呼吸をしながら姿勢を意識して行ってみましょう。動きのモデルは府中市健康増進課の前田くんと高橋さんです。よろしくお願いします。まずは首の柔軟体操です。肩の力を抜いて首を右に傾けます。左の首筋が伸びているのを意識して10秒ほど伸ばしましょう。ゆっくりと戻します。左側も同じように、右の首筋が伸びているのを意識して息は止めないようにゆっくりと戻します。今度は首の後ろの筋肉です。力を抜いて両手の重みを利用して10秒ほど伸ばしましょう。息は止めないようにゆっくりと戻します。今度は首を回します。後ろに強く反らさないように気をつけながら時計回りに一周します。反対方向にも一周しましょう。続いて肩の柔軟体操です。両手を組んで肘を伸ばします。両手をゆっくり持ち上げて1、2、3、4、ゆっくり下ろします。5、6、7、8、もう一回やってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。今度は肩と脇腹を伸ばします。背筋を伸ばしたら右手を外から大きく持ってきて左側に、脇腹の伸びを意識して10秒数えます。腕が上がりにくい人は頭の後ろに手を置きましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ゆっくりと戻します。左側も同じように、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ゆっくりと戻します。最後に肩を回します。両肩を持ち上げてゆっくりと後ろに回しながら下ろします。もう一回やってみましょう。持ち上げてゆっくり回して下ろします。体を動かす時間を意識して作ることで生活の不活発化を予防して心と体の元気を保ちやすくなります。本日の体操もパソコンで疲れた時や家事の隙間時間などにぜひ実践してみてください。皆さんもご紹介した体操を参考に体を動かしてみてください。